始まりました。大輔さんの部屋日曜日のお昼12時半からやっております。私、移住もうすぐ丸6年なるってことになりましてね、本当年ばっか取ってんですよすいませんね。というわけでございましてね、お送りしております、音楽トーク番組なんですけどもね、沖縄のいろんなタレントさんにも出ていただいておりますけどね、今週はですね、今週と来週は1年ぶりのご登場、はい、なんですよね。ちょうどね、先週先々週とね、多摩千住さんが出ていただきましたけども、はい、また同じ事務所でね、まあ、先輩になりますけど、この方も1年ぶりの登場でございます。もう大変お綺麗な方でございますね崎山和葉さんが来てくれました。はい、崎山和葉です。よろしくお願いします。ちょうど1年ぶりです。はい、そうです。ありがとうございます。ちょうど、ね、もう綺麗に1年ぶりでしたね。2月のシーズンなんでね、ありがとうございます。ありがたいということでございまして、うん、さ、ま、なんかね、1年前に出た時はあの第一番の話を聞きましたけど第一番のお話をして、第一番のテーマソングを無理やり歌ってもらうという、そうね、言ってくれましたけど、はい、あれまたやるんですって。なんかさっき聞いたら第一番2を、うん、年末に撮り終えまして、はい、で先週はオープニングのためのスチールを撮りまして、あ、なるほど、いよいよもういよいよっていうところなんですが、うん、第一番2というのは10月から放送なんです。だいぶ先じゃないかそうで、撮るだけは撮ったけどだいぶ先じゃない。その間に沖縄ヒーローズといって、うん、ヒーローズのアベンジャーズみたいな、あ、っていうのを放送してからの第一番なんですよ。ちょっと CG が多いもので先に撮らせていただきました。あ、そうなの、はい、すごいなんか映画並みのなんかスタンスじゃないですか。本当そうなんですよ。大河だってもうちょっと慌ててるよ本当にだいぶなんか先取りしたね、はい、余裕を持って撮っていただきました。それはシリーズだからまた同じ役で。そうです、ハラムレイコという役で、うん、1は妊婦だったんですよ、うん、で今回も妊婦と思ってギリギリまで妊婦のもうイメージ作りをしてたんですけど、イメージはいいよ、もう産むだろそんだけ時経ってたらそしたらね、やっぱその出産後でした。赤ちゃんはなんかいる。います。いるんだ。ちょっと成長している子たちですね。あ、そうなんだ。それが何年後1年後とかそういう2年後とかになってるわけだ。そうです。あ、そう、傾けたらまぶたが開いたり開いたりするようなんじゃなくてお人形じゃなくもっとリアルに、あ、そう、本当に天使のような子たちが出演してくれて、はい、やってくれてんのね。はい、もう最高です。そうか、じゃああれ評判良かったわけだ、うん、パート2があるってことで。そうみたいです。そうなんだ。もう夢では10まで作りたいねとは言ってましたけどシーズン10シットコムじゃないんだからさシーションコメディ奥様は魔女じゃないんだからさでもその勢いでしたね。勢いであのやる気は、放送局はあれどこでしたっけ。変わらなければ沖縄テレビ変わるのいやほら、なんか分かんないじゃないですか今このご時世。そうなの。いや、ご時世関係ないだろ曲が変わるのは普通変わらないだろ曲はないですか。じゃあ8です。8、沖縄テレビ、はい、だってテレビ局が制作してんじゃないの。違うの。第一番が制作してるんだ。そうなんです、持ち込みです。建設してるんだ。そうですあ、そういえば1年前リョーサー来て歌ってもらったわ。リョーサーに、あ、もうリョーサーにもそうですね、キーヤマ商店がね、はい、歌ってくる。またキーヤマなんですかね、またあのダンダンダダダンってやつ、ね、ちょっとオープニングは私もまだ聞いてないですけど。本当に変わっちゃったですよね。沖縄ヒーローズの場合はまたさらに豪華になるらしいんですけど、はい、うん、まあ2は多分あの金山商店さんだと思います。まま、うん、今豪華に言って失礼だよ本当だ、なんかすごい失礼今の、本当すいろんな人が歌うわけだ。そうです、あのかもさらにです、さらに。あ、でもだん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 第一番って覚えられるまでは連呼した方がいいよ。もうシリーズはずっと通しで。そうですよ ね私も大好きな歌です、金山商店の第一番。大好きです。それが今自分の中のトピックスなんだね。そうです、最近の、まあ、ホットなニュースはそこですね。そう、あとはあのお風呂でなんか泡風呂かなんかやってるような感じなんかやってご覧いただきました。虹かなんかが出てるような、あれは感動しまして。バスボムってウィンウィンのね、なんか喋ってたよねあの先輩がこの3つ袋持ってきてどれがいいと、中身見えない状態だったんですけど、うん、私じゃ あこれって言って取ったらロケット型だったんですよ。あ、うん、であのお家でそれを使うともう虹が出て、そこのバスボムから、うん、虹が出て勝手にロケットが進んでいくというのをインスタのリールに載せていますのでぜひご覧ください。それね、テレビでウィンウィンでも写真がね、そう紹介しちゃった、うん、紹介して、まあ、要するにね、今ちょっとなんかいろいろ自粛してる時が多いから部屋に時間が長いからね。あのどうですか自粛の感じは。まあでもね、あのお家の中だったり、うん、まあすぐそこ、まあ、公園だったりとかでのときめきを見つけるのは、ときめき犬連れてるじいさんがちょっとときめいたりするわけ。なんかすごいかわいい犬と仕上がれたじいさんがよくいるけど、いや、いい歩幅だなとか、歩幅がね、歩幅を見てるわけだときめきやすくなりましたね。
あ、本当に、はい、ときめきやすくなったわけだ、うん、なんか去年よりもそうだと思います。あ、そう、うん、あのウィンウィンってね、3人で女性でね、はい、まあ、長らくやってらっしゃいますけど、はいろいろね、まあ、うちの子供もみたいな両サイドがそういう話してセンター、もうセンター歴長いと思うんですけど、崎山さんはセンターでちょっとすねるみたいな感じのパターンがまあありますよね。ね、びっくりしますよね。びっくりする、びっくりします。まあでもちょっとバランスを取るためにもうちょっとはフリーでもいいかなと思って、うん、もうすねるゲームちょっとなんか長いなっていう感じもしますけど、両サイドがねなんか進むのが、そうそう、もう行っちゃいましたから、はい、早いから。そう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 、そうだったのか。まあ公園でいろいろまったりしたりとか。そうですね、縄跳びとかはしてます。結構公園で、公園だったり、はい、ベランダだったりで縄跳びは、はい、あ、ベランダ広いといいよね。そうですね、ベランダが、そうです、縄跳びができる広さがあって、うん、で大家さんが最近なんか運動してるっていうので、うん、あ、縄跳びしてますって言ったら、膝、うん、あの痛めたら大変だからってことで、うん、なんかマットくれました。大家さんが縄跳びするような、下の下に敷く、うん、マットって柔らかすぎたら縄跳びしにくいんじゃないですか。そう、もう程よいんですよ、それが。程よい、下に響かないマットなのかな。うるさかったのかな。マンション的なやつってあるじゃないな。ああ、そういうものなんですかね、用意してくださって。へえ、いろいろやってますね、はい、私もあの、うん、なんていうか、まあ、動画でね、あの、なんていうの、エアロビインストラクターみたいのがお部屋でできるとかやってるでしょ、はい、かなり見てますね、私は。一緒に見ますよね、一緒にやってます ね。はい、かなり、あの、なんか慣れてくるとだんだんできるようになってくる。あれ不思議だね、なんかね、うん、一人じゃない気もしてくるし、ね、そうなんですよ。不思議と、あれは何なんだろう、あの不思議連帯感みたいのは。本当です、感じがなって。あと、それと、そうだ、俺あとギターを弾いてますけど、はい、あのギターもなんか弾いてなかった。そう、ちょうど1年前にこれはもうおうち時間長くなるぞって思ったんですよ、はい、ええ、なのでアコギを買いました。アコギを買って、で、あの、まだコード3つ4つしか弾けないです。4つ、あ、なんですか。じゃあ C とA マイナーと、あれは E、うん、と、E、アドバンスっていうのを習ったんですよ。アドバンス、うん、AD って書いてた。ああ、合ってます。ギター E ね、こう、そうそうそう、この E と、なんない、あ、俺のあれか、失礼、 E ね、 E と A、 これでしょ。あれ、なんかね、上これ今一番上って止めてます。音、まあ、止めてもいいけど、あ、そうそうそう、止めるバージョンで習っていました。ベースが A だからね、はい、で、あと、はい、あともう一個が C でしょ。 C とちょっとなんかコード乗ってないけどね、E から始まったら。あと、このちょっとそのままずらすと変わりません？ C をそのままずらすと変わります？ C かなんかですか？ C 習ったかな。この4つ弾ければ小さな恋の歌がなんとなく弾けるというコードでした、うん、へー、そうだった、1曲できるようになってたわけだ、はい、あー、ちょっとなんかこう君の行く道はの方が、まあ、簡単だけどね。へー、遠い、これはいくつなのに、まあ、3つぐらい。へー、いいなと思って、でもまだそこから全然進んでない1年経ってるのに。あー、もうほこりかぶってきちゃった。かぶってきてます。うん、いや、もうそうなんですよ、あの事務所の後輩にギタリストがいるのでリモートでレッスンしてもらってるんですけど、うん、リモートで、あー、はい、そこそこ、あ、動画でね、はい、あ、なんかこうビデオ通話みたいな感じで。そうです、それでできる、こうだよっつって、いや、あの押さえ方を見て、あの画面で見て、そうです、タブレットかなんかで見て、はい、やるわけだ、はい、できる。でメトロノームかけて、もういや、できてるって、でも褒めてくれるからできてるような感じはするんですけど、実際どうかは分かんないです。あ、私はできてると思っています。へー、披露してほしいけどね。持ってこればよかったですね。あとリコーダーもやってんでしょ、今日も。違う違う、なんかこれはやってるわけじゃなくて、今日やっぱ歌歌うじゃないですか、はい、この番組やってもらいましょう、うん、歌を歌う時にいくつか提出したんですよ、何曲か、はいはい、で今回は私の中で夏メロをテーマにして提出させていただいたんですね、うんうん、の中でこの曲だけはもしやるのであれば、うん、何ももう手持ちぶたさだから、うん、リコーダー頑張りますって書いたんですよ、ちょっとメモしたら採用されてしまった、うん、採用されてまんま来ましたもん、それ転送 で急いでこれを買いました。買ったの、はい、リコーダー、はい、なんか保護色にして洋服と洋服と合わせてなんかこうね、可愛いですね、白のリコーダー、コーディネートしてきちゃって、なんかこうメイコから借りたんですけど、うん、メイコのリコーダーがドとレが出なかったんですよ、音が。あ、そうなんだ。なので買いました。買っちゃったの、うん、買って、まあ、またメイコが使うかなと、うんうん、あ、そう、もしくは、まあ、でもいいじゃない、あのこれね、あのなんか、まあ、じゃあやってみようかな、渡らせ橋、はい、
ていうね、森高千里さんの、はい、森高千里さんってこれ聞いたらうまかったね、森高千里さんってね、歌ね。いやもう、はい、森高千里さんどのジャンルもやっぱいいですね。さすが、うん、もうザ・アイドルっていう曲もいいですし、私この渡良瀬橋に出張で行ったことがあったんです、うんうん、あ、そうなの。それで、うん、これが、はい、実在して、渡良瀬橋はもちろんありますし、うんうん、歌詞に出てくる八雲神社もありますし、うんうん、あるね、公衆電話もあったの、床屋もあったの。あなただけいなかったってことですね。そうです、人は誰もいなかったです。あの、あなたとても好きだったわっていう人がいなかったです。なかったんだよね。ソロ活動ですよね、その場合。そこだけかけてたわけね。で公衆電話もあったけれども、あ、うん、河原も公衆電話あったかな、うん、あったはずです、残してるたはず。まあ、2番の床屋さんもあったかもしれないけど、床屋さんもあそこが床屋さんでしたよだったかな。あ、なんかそういうことを説明受けながら、うん、で橋を歩くとボタンがあって、ボタンを押すとこの曲が流れるんですよ、うん、あ、そうなの、メロディーが、はい、橋に、あ、そういうサービスがあるんだ。うん、なんか素敵だなって思いまして。歌っちゃう人もいるのかもしれないね、それ乗せて。私歌ってました。あ、本当、ボタン乗せて歌いました。それで一人で橋の上で。あなたは会いに来てくれたわって来てくれなかったところもあるんですけど、まあ、歌ってみたと。そう、あ、でこの曲調べた時に、はい、渡良瀬橋、うん、なぜ住めないっていう検索ワードが、あ、出てきたんだ。出てきて、うん、あ、やっぱみんな気になってるんだ。あ、なぜ暮らせないか、あなたがこの町で暮らせないことを分かってたのって書いてあるんですよ、うんうん、歌詞の理由ね。そう、うん、それが検索ワードに引っかかってて、はいはい、面白いなって思いながら。あ、まあでもね、これは直接ストレートには書いてないけど、それはもうなんか野暮ってもんですよね、歌の歌詞として、ね、掘り下げるのは、掘り下げるのはね、なんか詮索するのもちょっと野暮じゃないですか。そうなんだってことだから、うん、なんかいろいろあったんだなっていうね。そこはなんかイマジネーションでこう突き放した広い意味でね、これは具体的にね、もう部屋飛ばしちゃうと、うん、私みたいな感じで細かくなんか問い詰めていったらそれダメでしょ、やっぱりね。怖いですもんね、うん、ちょっと歌の性質としてね。まあ、ここまで前振りしてね、歌うのは来週です、うん、なんてこうなっちゃって困んで、じゃあちょっとやってみましょうか。上ね、笛吹くときはちょっと前から話して、なんかこう、はい、この辺でいいですか。うん、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。あの、ね、本当にあの学芸会に来てくださった気持ちでご覧ください。ご覧、言い訳から入って、はい、もちろん多摩千住ちゃんの歌みたいな感じ。千住、私頑張る。あ、そうですか。じゃん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 、歌はもう前ですかね、はい、渡良瀬橋で見る夕日を、あなたはとても好きだ、綺麗なとこだ、そうだったね、ここに住みたいと言った。電車に揺られこの街まで、あなたは会いに来てくれたわ。私は今もあの頃を忘れられず生きてます。今でも八雲神社へお参りすると、あなたのこと祈るわ。願い事一つ叶うなら、あの頃に戻りたい。行ってみよう。床屋の角にポツンとある公衆電話覚えてますか。昨日思わずかけたくて、何度も受話器通ったの。こないだ渡良瀬川の河原に降りて、ずっと流れ見てたわ。北風がとても冷たくて、風邪をひいちゃいました。誰のせいでもない、あなたがこの街で
暮らせないこと分かってたの。何度も悩んだわ。だけど私ここを離れて暮らすことできない。ダメだこりゃ。本人が吹いてます。あ、ケロッコデメタみたいな。毛穴開きました。冷や汗です。見てる方もヒヤヒヤしてると思うけど。いやでも歌はすっごい上手いね。え、そうなんですか。だんだんだだだん第一番よりも全然なんか合ってるね。あのこの曲は好きで、あのカラオケでは歌う方だとは思います。じゃあ慣れてるってことで、歌い慣れてるから。まあでも今度橋に行くときは、渡良瀬橋行くときは、うん、笛を持っていきます。うん、注意されないようにしますよ。なんか見ちゃダメみたいな感じで、こういうところにシッシッとかやられちゃう。ママあの人見ちゃダメいけませんみたいな感じな。でもなんか歌合ってますからいいですね。これなんか、あ、よかったです。ありがとうございます。ね、ちょっと合ってるとなんかギター弾いててもなんか楽しいですもんね。あ、そうですか、うん、あ、それはもう本当に心から良かったです。そうですか。やっぱギターより歌の方がいいんじゃないですか。ギターはちょっとね、そうなんですよ、進むのすごく遅くて。あー、そうか。でもともと分かってました。あの全部の弦は抑えることができなくて、一回何年も前に諦めたことがあったんです。うん、あ、そう。だからちょっともう心配だなって思いながら始めてます。そうね、ある程度ちょっとなんかジャカジャカ弾けるようになるまでちょっと壁があるんですよね。そうみたいですね。それができるとなんかこう自分で歌うために楽しくなるから、うん、なんか、はい、じゃあこれちょっと弾けるようになって、じゃあ私たち弾け、これ簡単だから C だからね、弾けるようになったらね、弾きながら歌えるわけだから。かっこいいですね。ね、いいですね。何も難しいことやるわけじゃないからね。あとこっちは右手はもう左手押さえちゃえばもう白玉っつってなんかこうジャカジャカやんないで、渡せ橋に歌うならね、自分がだけでいいわけだから、うーん、左手だけをね押さえておけば、こっちは別になんかこうテクニックがなくてもなんかつまびて、公園でつまびて人いるでしょ、こうやっていますね。動いてないよ右手ね。それができれば、あ、もうおしゃれおしゃれ、左手だけです。左手頑張ります。左手だけで押さえて、別に難しいことをねでやるわけじゃないわけだから、そいつは出てきますよ。へえ、せっかく買ったのに。そうなんです。もう見た目もすごく可愛いギターで、うん、こんなに、なんだろう、人の心を、うん、もう見た目から癒してくれる楽器があるんだと思って。いや服じゃないんだ、見た目だけ。おお、なんこれはもうやっぱ可愛がってあげなきゃいけないなとは思っています。うん、ですよ。あ、はい、フォークギターなんですか。あれはフォークといいんですか。あのアコースティックギターってことです。そうです、そうです。やっぱちょっと硬いから、あの抑えるのにちょっとね、あれなのかもしれない。そうなんですね、違うんですね。やっぱ硬いからなんかこう慣れるまではちょっとなんか挫折しがちなんですよね。あれね、弦をね、エレキ弦とか貼ってみるとね、ソフトになって、あ、なんか抑えられるぜ、
二しにもみたいな感じになって、部屋でもあんまり音がでかく出ないから、なんかアコギに、女の人はアコギにエレキ弦を張るのは私おすすめです。いいこと聞きました。私も最初そうしてましたから、あ、そうですか。中学生ぐらいの時やってみました。あと部屋だとうるさいから、そうです、そうです、エレキ弦だとちょっと緩くなってくれるんですよね。へー。弦も細いやつを買う、まあ切れやすいかもしれないけどね、まあ、それがいいと思いますよ。ありがとうございます、ね、というわけで歌っていただきましてね、2月といえばね、私が誕生日だったんですけどね。そうなのそうなんですよ。ということで、ちょっと私今日はですね、コロッと忘れたでしょ、プレゼント持ってきまして、はい、絶対笛のことで頭がいっぱいだから。よかった、もう演奏終わったから気楽です。こちら私おすすめの木部牛ハンバーグ、そんな気使ってもらったゲストの人に、どうぞね、ご自宅でお召し上がりください。牛肉食っちゃいますよ、はい、もう一気にもうガーって。やっぱ沖縄お肉美味しいですね。牛も豚もやっぱりもうピカイチだなと思っていてね、うん、これもうなんかいいやつでしょ。いいやつです。あ、いいやつ。なんか見せびら貸したくなっちゃう。あとでお写真も撮って、すいませんね、かっこいいですよね、元部牛。私本当なんかプレゼントなんて もらわない、ま、ね、今自粛だからそういうのもなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、誕生日どう過ごされたんですか。もう しっぽりですか。あ、家で、あの、もうアマゾンプライムと二人きり、差し飲みっていうんですかね。今はもう週5で会ってますから、アマゾンプライムと。アマゾンさんと。なんか去年の9月から付き合ってますね。あ、長くなりましたね。なんか、もう寝かしてくれないですもんね、週末。そうですよね、私もです。私はネットフリックスの方です。あら迷ったのよ、正直。そうなんですよ。でもあれ本当になんか他いらない感じするね。はい、俺一人が好きだから、はい、ソロライフが好きだから、はい、なんかちょっとなんか必要ないですね。十分ですよね、本当に潤いますもんね。ね、本当ですよ、うん、昨日なんてアマゾンプライムで忍者ハットリくんを発見してですね、うん、しばらく見ちゃいましたよ。アニメですか。アニメの、87年のやつ。あ、そうですか。第1回見ちゃいましたよ。そういうのも、あ、でも懐かしいといえばこの間銀河鉄道39 見ました。俺見ようかどうしようか迷ってね。いや、よかったです。ちょっとやめたんですよね。なんか見出したらずっと続きじゃないですか、あれ。あ、うん。続きものでしょ、やっぱりね。やっぱ続きものですか。私のじゃあ短縮されたやつ見ちゃったんだ。あ、そうなのかな。まあいろいろあるから。1時間バージョンぐらいですか。あ、スペシャルバージョンです。スペシャルバージョン。あるから。もう見たことなかったので、うん、こんなにいいお話だったんだなと思って。ああ、いいですよ。なんか本当になんかもう自粛大好きになってきちゃって若干危ない領域に私も入ってきてますよ。もう犬や猫もね動画で見てますから。ああ、そうですね、それはそうですね。あれでなんか満足しちゃいけないとは思うけど、なんかだんだんね満足していっちゃいましたからね、うん、自粛生活もなんかありますから。だってね、さっきの話じゃないけど、アバブロンとかもなんかこうちょっと人に言いたいけど自分でも楽しみになっちゃうでしょ。そうなんですよ。ちょっとなんかね、自粛慣れしちゃうとちょっとなんか私みたいな性格だとどんどんなんか一人に入っていっちゃって、うん、なんか高齢な人なんかもね、はい、私の上の人なんかでも自粛してて、ね、喉が声が出なくなる人とかもいるからね、まあ、若干一人で楽しむことばっかり広げちゃうと危ないんですよね、はい、私今日思いました。あ、声が出にくくなってるって思いました、だってウィンウィンと普通にやってるでしょ。でもあれはそこまで張らなくてもいいので、歌を歌う機会今日張ってる。あ、歌か。歌です歌が歌えないなって。もともと歌ってないですけど。あ、そうかそうか。なんかびっくりしちゃいました。声帯の周りの、ね、筋肉もね、はい、使ってないから大きな声もあんまり出しませんしね。そうなんですよね。やばいですね。やばいですね、これは。私外いる時もマスクしてるからバレないと思ってちょっと歌ってます。あ、それがいいかもしれない。ちょっと歌ってます。その作戦取ります。そうだったんですか、うん、というわけでね、今日のゲストはね、はい、縦笛と言いますかリコーダーも得意。縦笛って言ってたけどね、俺の世代ではね。面白いけどリコーダーも得意。あ、そうですか。得意ではね、得意というか、はい、このために練習しました。ウィンウィンとかね、大一万などでおなじみの。ありがとうございます。沖縄のモデルさんですけどね、はい、いろいろやってますよ。そうですね、もう J リーグも始まりますからね、うん、あ、始まりました。 レポーターもやるわけだ。そう、今シーズンも依頼いただいたので、ホーム戦は出させていただきます。出させて出場するわけじゃないけどレポート一緒に戦うようなもんですからなんか12人いるぞあそこチームみたいなならないように、ね、はい、お願いしたいと思います。来週はまたちょっと突っ込んだお話で、はいね、東京のお知り合いもびっくりするようなお話で一つお願いしたいと思います、はい、というわけでございまして、沖縄のモデルさんです。はい、崎山和葉でした。はい、来週も楽しみに。来週も歌っていただきますから。そうだった。知らなかったから。ありがとう。そう言って。
別れたかった。だから信じているよ、また会える。